はい、どうも。シーズン23、エピソード4ですね。行ってみましょう。前回は、土方歳三。はい、次、行きまーす。エネゴリ、違うわ。エネゴリチーボで終わったんだ。お酒の、コーク杯で終わったのね。オッケー。次、行きます。七しのなーん。下の動きどうなってんだい。あ、これ、ウェカピポ風がね。あ、それに、ヒデさんが、復活のヒデさんが、反応してますね。人間離れってこういうこと言うんだよね、きっとって。そんなにあれですよ。妖怪みたいに言わないでくださいよ。これね、でも、あれだよね。フーガは結構、早口になってたかも。フーガもね、そこまで早口じゃないラップなんだけど、音源だとね。だけど、こんだけ BPM が早いと、案外こう、コロコロ転がってたですね。はい。ありがとうございます。はい、次。ヒデさん。復活のヒデさん。はい、ビートボックスで、She's a bad mama, Jama. お願いします。She's a bad mama, Jama. ハイさんパートが、超絶かっこよすぎてやばいです。で、これに、ナナシのナーンが答えてますね。わかる。最近ほんまにその曲が俺の中で再燃してヘビロテしてる。どんなだったっけ？俺のパート、なんか、なんだろう。チャッカファイアとか、そういう、結構、そういう、みんな好きなキラーワード入れてたような気がするけど、どうなんだろう。マジで？なんか俺すげえ興味ある。YouTube に上がってっかな。そうか、この、ずらっと並んだ CD 陣の中から探すのが結構、苦労するんだけど。なるほどね。ああ、オッケー。わかった。ちょっと探ってみます。ありがとうございます。どういう作業だっつうね。はい、ありがとうございます。はい、次。ホクシー。お疲れ様でございます。まあ、いろいろ思うんですが、当時個々の力というかあったと思うんです。今、SO で聞きたいです。ディギーは、はい、くんでしか生かされないですし、しんちゃんも SO じゃなきゃ、ミリオンモンスターズアタックはできない。わかってんだろ。はい、くん、お願いします。これはね、そう言われてもですね、っていう。まあね、まあいろいろあるよ。まあ、俺もトライしたからね。数年前に1年間がっつりトライしたんですけど、なかなかうまくいかなかったです。ということでございます。まあ、ね。3年過ぎ、5年過ぎ、10年過ぎで、時が過ぎたら、いろいろ、人も変わるからね。状況も変わるし。何か、そういう方向に転がるのかもしれない。なんつって、でもわかんない、今は。うん。まあまあまあね。まあ三人ともさ、要は、ね、ピンピンして、いろいろ、こう、ね、鋭く自分の行きたい方向にやってるわけだから、これはそれでいいことなんじゃないかなって思うね。うん。と思います。はい。なんか元気なくなっちゃってさ、助けてくれよとか、そういう、あれじゃないじゃんっていう話。そうなるとまたちょっとね、悲しいというかさ、俺がなんかファンだったらやっぱ、ね、例えば、ね、全然、まあうちらは別に仲悪いわけではないけど、仲悪くてバチバチやってて全然再結成しねえ、
しねえグループがあったとしてさ、その状況の方がいいじゃん。なんかこう、元気がなくなっちゃって、こう、しおれちゃってさ、うん、それで、なんか、っていう、それで再結成とかよりもさ、なんか、そういうバチバチの方がいいような気がするよ。まあ、バチバチしてねえけどさ。うん。はい。なんかよくわかんないコメントですいませんでした。はい。やばいよね、本当に。いくら話しても、トーク力が上がんないってやばいよね。そう、地上波に出ている、特にお笑いの人たちってさ、もう、ピカイチのトーク力を持ってるじゃん。ちゃんと、落ちまでっていうか、あれ多分ね、尺もしっかり、ある程度はやってんだよね。うん。1分、ここは1分で、ぐらい行った方がいいなとかなんか絶対やってっから、ああいう人たちのを見てるとさ、そう、地上波自体ね、そんな見ないんだけど、たまにお豆と嫁さんが向こう行ってる時とかは、よくね、お酒飲みながら、回し見、ザッピング的なことするんだけど、そう、それを見てるとね、もう、そう、顕著に感じる、それは。すっごい、なーっていう。うん。だからといって勉強になってるわけではないんだけどね。うん。多分こう、そういうものを、体に吸収できない体質なんだろうね。できるかって話だよね。あんなすごいのさ、みんな。はーい、すみません。どこまで行ったっけ？はい。マイク、あれ？どこまで行った？まあわかんない。ホクシーを読んだよね。山本久志、次。お疲れ様です。毎回コメント読んでくださりありがとうございます。もうシーズン20なんですね。本当に3人が揃うのを願っています。いや、そうっすよ。23ですよ。皆さん、ね。まあまあ思うけど、皆さん、長い付き合いをしていただきありがとうございますで、本当に。やばいよね。うん。やばい。やばい。山本久志とか、ヒデとか、さあ、みそさんとか、ソイとか、ひじかざとうしろとかさ、なんか普通に、なんか、ね、近所の知り合いみたいな感じに感じてきたよ。やばいな、これ。でもやっぱ長いとそうなるよね。うん。そして次が、ひじかざとうしろっていうね。はい。毎度ご変換になる名前ですみません。東四郎って読めるってことは、ハイさんは銀玉読んでましたか？あ、これはね、読んでない。これはね、漫画をもう数年読んでないし、でも、これがね、出てきた時はね、俺はもうすでにあんまり読んでなかった。少年誌はね、読んでなかった。なんか変なカルト漫画しか読んでなかったね。前も言ったけど、花輪和一とかさ、なんかそういう変なのしか読んでなかった。うん。つうか、このね、ご変換についてちょっと、あと5分程度話したいんだけど、土方歳三はさ、土方歳三に、歳三14に、三郎とか、二郎一郎の老なんだけど、土方歳三でね。なんだけど、最近ね、まあ、俺が使ってるアプリの中で、土方歳三の、歳三は必ず間違ってんのよ。14って出たりとか、歳三って出たりとか、そう。だから、そう。で、だからその、土方、なんちゃらかんちゃらの、このなんちゃらかんちゃらを、こう、削除するじゃん。ピッ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 って。
そうすると、東四郎って出てくるのよ。当たってるやつが。なんか、すごくないこれって。もう絶対に、で、で、別の時にちょっと実験してみたの。誰かに LINE 入れる時にちょっと実験してみたの。肘肩って入れたの。で、そうすると肘肩、肘肩出てくるんじゃん。そうすると、東四郎って出てくるのよ。そう。だけど、味噌煮コミュニケーションは、絶対に、出てこない。味噌煮、味噌煮、だから、その、牛の味噌煮の味噌煮が出て、で、それを、例えば、一文字消すじゃん。そうすると、いつも、数多く入れてる、味噌煮コミュニケーションっていう、ひらがななんだけど、この人の判例はね。それが大体出てくるのよ。覚えてくれるから、iPhone の方で。だけど、味噌煮コミュニケーションだけは出てこない。これどういうことだよ。すいません。いきます、次。はい。味噌煮コミュニケーションなんだよ、次がね。OK。見てたもん、俺さっき。次来るなって。ね。俺も下手くそですね。いろいろね。はい。いきまーす。お疲れ様です。コロナはほんと人それぞれの反応で不思議な病気ですよね。しんのすけさんも患って味覚ないって言ってた時期ありましたし。ヒデさん、お母様お大事に、すごい世界になっちゃったな。これに、まさにこの、あれですね、タイムリーというか、コロナから復活のヒデさん。みそさんご心配ありがとうございます。おかげさまで今はすっかり元気に過ごして仕事もバリバリしてます。あ、これん時か。うん。これでもあれだな。最近と思いつつ、ぼちぼち前だな。みそさんも十分気をつけてください。そう、これあれだよ。ヒデさん、結構あれなんだよね。熱がめちゃめちゃすごいことになっちゃって。救急車だったんだよね。そうそう。いやー、まあね、これほんと、うちの親もね、ほんとに、電話で話してて、嘘だろってぐらいの感じだったし、そんなことあんのかよっていうぐらいの、そう。まあ熱も下がったりとか、肺炎の症状もさ、幸いなかったんだけど、ほんと味覚がほんとに、なんか、操作されてんじゃねえのっていうぐらいに、好きなものになればなるほど、なんか、腐敗臭がするっていう、腐った味がするんだよ、なんて言っててさ。だけど頑張って、ね、食べなきゃダメだよ、なんつってさ、そう。って言ってた。しんちゃんもね、そう、しんのすけはね、これって言ってた。あれ？沼トークでも話したかもしんないけど、しんのすけって意外とあれなんですよ。結構濃い味噌ラーメンとかさ、とかそういうのが結構好きでさ。そう。だから意外とこう、塩味がカツンとしてるものが好きなのね。そう。で、そうなんだけど、そのコロナになった時に連絡してさ、大丈夫って聞いて、うん、なんつって言って話して、いろいろ話聞いたら、何を食べてもしょっぱく感じちゃったんだって。そう。全然、しょっぱくないはずのものも、すっごくしょっぱく感じちゃって、って言ってたから、なんかすげえ、本当に、この、味噌さんがやってるみたいに不思議な病気ではあるんだよね。まあ、何はともあれ、ね、本当に、しんちゃんも、ひでさんも、まあ、うちの親もさ、まあ、普通に、ね、ことなきを得てよかったよ、本当に。まあまあまあ、ね、何があるかわかんないから、まあね、気をつけていきましょうということで、もう一エピソード行くのかな、行くか、頑張りましょう。OK! シーズン23も、エピソード5突入ということで行きましょう。頑張ります。